日本シャフトプレゼンツレッツ熱豪 QP をご覧の皆さんこんにちは QP ゴルセキまさしですよろしくお願いしますさあということで日本シャフトプレゼンツといえばですねもちろん今度からおはようございます日本シャフトの栗原と申しますよろしくお願いしますもうすっかり課長よろしくお願いしますちょってるね数々の名言が飛び出している課長ですけれどもはいはい課長はい今回ははいクリですはいまたコースに来れてそうですねはいですねはい今回は 出すやの。今回はキーピーさんがまあこの収録の時点では試合前ということなんで今のセッティングをスポンサーである日本シャツさんのクリアーさんが確認するという確毎年恒例じゃないですかこれいやっていうかね今更ダメ出しされたら結構不安ある本当マジだって俺アップだって直前でしょ4日後ぐらいですよ試合やめてよ 大丈キユーピーさんならどんなギリギリでも悩むタイプなんでおそらく変わる可能性もあれそれあれ去年二次予選失敗したんじゃなかったっけ何かね去年直前で何か変えたんですよですよねんかそんなのありましたけど大丈夫ですか大丈夫じゃないですか変えちゃうの変変ええなもしあれれだだったらちゃう。そ不安 それ直前で変えるないでしょプロはね。いやだってプロだって練習ラウンドでクラブ取り替えて翌試合でこうバーンとやってそのままダーンターンって優勝みたいなあるじゃないですか。毎週あります。毎週あります。僕今回一回限りです。大丈夫でしょ。キビさん出てるっておっしゃったじゃないですか。何を大会とか。大会にちょこちょこ出てるって言ってたじゃないですか。いや出てるけどさ、このティーチングプロ選手権ほら年に一回だからね。 もう言ったらメジャーです。まあそうですね。メジャーね。アハじゃねえんだよ。メジャーなのよ本当に。アハじゃないよね。本当に。ある意味オーガスタみたいなもんですね。あそう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 ね。マスターズと言ってほしかったですけどね。党内無名ですから。はい。ありがとうございました。それですね。あの私の方もちょっと聞きたいこともあるんで、ぜひセッティングの方伺いたいと思います。はい。それでは試合直前のラウンドに向けてレッツゴー。 結局悩んだんですよドライバーはいろいろやったです結局パラダイム買ったのはねパラダイムのノーマル、えー、トリプルダイヤモンドの, <laughs> のヘッドも買いましたあそうなんすか買った買ったああなんか買ってましたねそうパラダイム買ったし何だろうね PXG っていうところの、ね、0311の XF っていうドライバーまで買いました皆さんどっちが欲しいですかこれは、パラダイムトリプルダイヤ <laughs> ダメダメダメ,ダメ <laughs> で、結局悩んだ末に選んだのは安心と信頼の実績を誇るローグ ST MAX LS でーす <laughs> はい、シャフトもレジオフォーミュラー M プラス変わりませーん去年と同じドライバーでーす <laughs> はいじゃあ行きましょう、ね、はいう、ね、お願<ー>、はいします もう調子はいいんですよマジで。あとは運です。はい。行きましょう。これお何も言うことないですよもう。でしょう。はい。いいね課長。これいいでしょう。本当<ん>いいね。乗せてる。わーな愛しょ。ナイショーよし。そしてお互い最新商品ではないロゴ。グ。い。はい。Let's g ああやった。もねそれはまっすぐ行かないよそれじゃ。あそうだね。はい。七十二ヤード。これ実はあのホワイトバージョンが出てたんですよ。あそうでしたね。限定の持ってたんですよ、えー。ミキシオープンで優勝した岩橋ハジリエに持ってかれました。<laughs> また持って帰りますあ。あの詳しくはあの過去のユ、えーチューブにイワハジリエです。ぜひ見てください。はい。でも優勝しましたね。優勝したよ。あ,のありがとうございます。勝ったもんだよ。ありがとうございます。<laughs> えっとね。俺も優勝してよ。 嫁さんは優勝するわさ、弟子は優勝するわ、俺だけだ優勝しないの。<laughs> なんだよ、なんだよ。あはみーちだ。たあ,ー <laughs> あー、もう悔しい。まあ、いいか。そろそろウェッジの買い時じゃないですか。もっと、いいとこに目をつけましたね。<laughs> そうなんです。ちょっと今回、ウェッジ交換あるかもです。ご来てください。うん、もうあれ、ちゃんと使ってるから大丈夫ですよ、今年は。でも、それパターだけじゃないですか。 <laughs> あとドライバー <laughs> UT どうなのかなフェアウェイ UT あたりがちょっと気になるところなんだよなあおお、ね、あれあでもいいいいこのぐらいしてるよあちょっとマークかわいいんですよマークおお ななんか今時のおしゃれな感じですね、はい、ゴルフフリッカーっていうメーカーさんのアパレルメーカーさんですけどねあ<っ>オッケーありがとうございますあいすいいわこのパターミスしてもねあのやっぱシャフトがぶれないんだよね遊ぶ感じが全くないから 当たり負けないんで、ちょっと先っぽ当たること多いんだけど先っぽとフェースぶれない、うん、皆さんパターンのショット大事ですよ、うん、1>, 1ホール目終わりまして、はい、今の関プロのセッティングはどうですかセッティング問題ないですよドライバーと50 58ですかあれ<じ> ?58 と、えー、パターは問題ないんですけど 58がちょっとだいぶ溝がお疲れなんでぐらいですかね <laughs> 溝ももね、本人も疲れてますよ <laughs> でもあの感じに慣れちゃってるからあれはもう下手に変えない方がいいとは思ういや5日前に上え変えないっすね変えないっすね <laughs> に、はい、でもねあのそういうのもねこうあるから ああやりづった。フック狙い狙いましただけど。やめて。ああまあいっか。もう何年目こ今年一番いいんじゃないかな。でしょ。はい。俺今年ねちょっと優勝あると思うんだよね。言いましたね。うんいやちょっと調子良くなるとすぐここでるんだけど。え何ですか。ハンドファーストで。ハンドファーストで顎を顎引くチンバック。チンバックで頭を後ろ。捕まるよボール。はい。 あぶ、ね、ちょっと右抜けちゃったね。そうそうそのパターンもあるの、ね、よ。あれあ？偶然なんかたまたま水筒がに一本シャフトじゃ。<laughs> んなんあそれすごいじゃいどうしたんですか。それ日本にないやつですよ。これあのはいあのー、アメリカのはいあの日本シャフトのスタッフの方が、はい、まあ仲いい方がいるんですけどその方が。 キュービーさん、よかったら持っててよ持ってていいよしょうがない使って使ってくださいああいうさは <laughs> しょうがないっていう人がいるんで<の>会いたかったキューピーさんラーメン好きうあの人うそうあの人にああいいっすねいいっすねいい飲みっぷりだ、はい、試合もこの水筒でこのキャリーバッグと一緒に日本シャフトでいきますんで、はい、ああったったったほら 何で思ってるよ。<laughs> すごいなだからあの,あの試合の前にティーグランたすけこうだから代表 <laughs> こうあの森でクマに遭遇した時の対処法みたいなあちょっと右だちょっと右だ ちょっと緩い気がすんだよな、シャフトが、ね。ああ、そうかも。ちょっとやっぱり思った気が出なかったですね。うん、はい、少しちょっと緩いかな。ですね。やっぱり M にした方がいいかな M、まあ M の方がいいと思いますけどね。あそう。でもこの、どうする変えるでも、シャフトを M に変えても、キービーさんならすぐになれるな。まあ、そうだね。M ならなれるね。うん、M に変えるって言うならね。うん、うわぁ、カチョロ。 健在ですね。カチロちょっとあ上げてた <laughs> いやいや。そういうことじゃない。低すぎでしょう。いあ,あ、そうすか。さあ、じゃあ、外しましょう。お、内装じゃないですか。いや、いや、ね。そう、そう、そう、そこがグリーンならね、はい。カラーも外します。で、ニアレスト。ポジション。うん、ここに。うけ。うけ。で <laughs>、はい、気合です。ね こうボールがいいラインに行くように、こう気合でこうね。はい、おお。どうも。いやいや。プロですから。ティーチングのね。バーディーパッドにレッツゴー。おお<ー>。可いね。そんな意外。<laughs> <laughs> そんな意外かな。 おおーオッケーでもやっぱ今のもさショートしきらないもんね押してる感じが強いからね、うん、パターのシャフトの242完全に刻むんなら220ぐらい短いからシャフェレであと <laughs> <器> <laughs> 俺不安の残るクリックでいこうかなもう一回なですかそれ新兵器の あのシャウフェイが使ってるやつ。<お>それも十九度ってあるの。ありますよ。そうすか。うん。うん。れれのその感じで打ってもらったらいいっすね。ね最高っすね。で、これだとさ、二百二十ぐらいまでしか打ってないんだよね。二百三十打ちたい時にさ、深くに行くと。どっか行っちゃうんだよな、さっきみたいに。<スタッ>ないしょ。 いいね、本当だシャウフェレみたい。いいドロ。ーシャウフェレ良くないですか。うん、いやシャウフェレではないですよね。シャウフェレではないけど、クラブシャウフレだね。シャウフェレになった気持ちで。どうシャウフェレ？俺シャウフェレじゃない。あ、ちょっと左けい。ちょっとシャウフェレ今日インサイドが来るね。珍しく。ですね。あ、シャウフェレは珍しくないんだけど。

さあということでサンホール私のプレーを見ていただいて、はい、セッティングの方のお話になってくるんですが、はい、クリちゃんが見たこの率直な感想いかがですかいや今年はね本当安心して、うん、あのー、応援だけに専念できます <laughs> えっとそれ以外なんかあるんですかね <laughs> いやほら毎年ね <laughs> あれ買えない方が良かったんじゃないのみたいな<ー>思いながらこうネットでこうスコアを追うんですけど今年はもうそんな全くないです。 二次予選のねまさかパターを変えていくっていうのがありますけど出たいあれもあれのせいじゃんってなるでまたね悪いことにね俺もクラブをコロコロ変えることに慣れすぎちゃっててスペア持ってってなかったっていうねそうですよねそれがもう最大の難所でしたけど今回はねあの本当に直前で直前になりましたけどこの 5K にこの日本車長の新しい ね、これに NS プロパターですねこちらのの百の 140g 台真ん中のモデルになりましたけどこれ非常にはまりましてちゃんとパターがまっすぐ打てる感じがあるからラインも真剣に読もうと思うんですよ、打てるからねライン読みさえすれば入るというふうに思えるからその辺が心強い感じがあってもうなおさらこれは変更した点があるんですがまあ他はほぼほぼ最近の直近のクラブとは変わらず。 はい、なんか他ありましたうちの僕ののセッティングの中で、うんまあ強いて言えばクリークですけどクリークちょっとまあシャフトがまあ緩いというかちょっと考えて打たなきゃいけない感じはあるかなとは思うんですけど、うん、まあわざわざあれを取り替えるほどでもないかなと思うんで、うん、まあもし可能であればスペアとか安心材料っていう意味でも。 前使ってた M プラスの相手5番ウッドを入れていっていただいて2本入れてねで当日ちょっと朝、まあ、やっぱこっちでいこうかなみたいなのをやっていただけるといいかなとそうあの小山ゴルフクラブはね以前レッツゴーでもやりましたけど結構き刻みが割と多い,いうそうですよね、はい、クリークぐらいのところちょっとやっぱいるんで、うんうん、ちょっとまあこれは僕もね気に入なってたんで考えていこうかなと思ってますははい。はい、ま,あまずは 試合向けて頑張っていきます。はい、いい報告できるように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。